この名言みたいに、未来にフォーカスして、過去なんて忘れちゃいましょ。新しいチャンスに挑戦し、成功を目指しましょう。ネガティブな過去の影に縛られる必要はないんです。皆さん、明るい未来への一歩を踏み出しましょう。この動画が少しでも良かったって思っていただけたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。